そう、田口さん特能が強いけん、その面では田口さんの方が上やけど、まあゴンザレスはマジ勝てんかったもんな、扱いよってとか言ったら来たわサンタナって必須級じゃなくない？確かに強いけど課題評価しすぎだと思う。本当に必須なのって俺この二人は絶対いる。TS 沢村か TS 田口。TS 田口は強くないよあれ。いや強くないわ、ちょっとあれやけど、 TS 田口よりも明らか通常の方が強いけんあれ。伊藤さんガチ強い、俺打てんもん。これ超高速モイフルーバイ多分。ビャオ。いや俺巨人純正のことあんま詳しくないけんあれやけど、巨人純正の先発ローテって誰なん？宇都宮。え、巨人のローテって誰なん？菅野、あ、グリフォンか。菅野、宇都宮、三次列、グリフォン。でもその枠にあの TS の田口さん結構きついよ。多分そこでめっちゃ負けると思う。だけどまあ一応先発に入れて中継ぎはもう田口さんのために全部使うぐらいでいいんじゃない？結局純正のピッチャーってそうなんよ、全部強いってありえんけん、どっかでは一人だけ投げて全部中継ぎで勝負みたいなのもあるけん。でまあそれで頑張ってくれればまあね、そのまま3回まで全部投げさせれるけど、俺もだけど俺のホークス純正もそうばい。あのだけどそれこそ千賀とかに絶対中継ぎ使いたくないけん、だけどある程度先発割り切って、あと中継ぎ適性ある人を先発で使いたくないよね。だけどそれやったら先発適性しかないのを先発に置いて、中継ぎ適性ある人は全部中継ぎに置いて中継ぎで全部使うみたいな。俺そっち系。ゴンザレス無理です。ゴンザレスいや、ゴンザレスと TS 田口やったらマジでいい勝負と思うけどね。でも TS 田口特の強いけんさ、その面ではゴンザレスよりちょっと軍配あるんじゃない？そう、田口さん特能が強いけん、その面では田口さんの方が上やけど、まあゴンザレスはマジ勝てんかったもんな、扱いよってとか言ったら来たわでもこれ下方向ないのえぐいけどな。下方向ないけんツーシームに警戒というか、もう別にツーシームがマジでいいけんな。まあ今のがはい、こういうことです結局もうインコースストレートツーシームの投げ分けってスプリットが あってこそやけん。最新有原5割を2割、2割じゃない、2点、全然いいんじゃない？5割2点は強いよ。でも同じ人ともう一回戦ってもう一回抑えれるかわからんけんな。1回の勝負なんかほぼ時の運やけんな。やっぱ1回限りの勝負はほぼたまたまやけんね。だけんそれこそ最新有原で1回5割に勝ったんやったら、もう1回使ってもう1回抑えれたら、あ、じゃあローテ入れようとかさ。てか最新有原さんってグラウンドボーラーやったっけ？あれ強いんやな、あの特能な。俺グラウンドボーラーの選手使ったことないけんさ、初見です。フランコまた使ってください。フランコはもういません。
あ、ポランコ久々使おうかな。レフトポランコにしようかな俺。えぐ。俺もなんかノイジーがショートショルの見たいな、そんなにうまいんやったら。なんでガイア全身がやん。ノシガイア全身がいっちゃん強い。俺のチームにぶっ刺さりだわ。コンちゃんシリーズ2で守備 A ならんやか、レフトなるわけないか。サンタナって必須級じゃなくない？確かに強いけど課題評価しすぎだと思う。まあ何をもって強いっていうかよな。でも必須級じゃないのは確かばい。だって守備できんと必須級じゃねえもん。本当に必須なのって俺中村のりやと思うよな。中村のりと高橋由伸、この二人は絶対いる。え、でも必須級って言ってなくない？別誰も。えぐ、必須級や、これ必須級や。一郎は一郎必須級です。サンタナ必須級、まあ、必須は言い過ぎやね、さすがにね。サンタナ欲しい人は必須級もう必須の使い方間違っとるやん。もういやでもリアタイ必須の野手陣って本当にもう中村のりと由伸さん、この2人だけばい。あとは別だ、あの変わらんというか変わりおる。でもその2人の代わりできるやつはマジおらん。センターとかも代わりおる、いっぱい別。でもその2人の代わりできる人はマジおらん。代わりはおるかもしれんけど、なんかちょっとあれやん、なんか妥協せないかんやん。でもそれって代わりになってないやん。だってちょっと妥協しとるっちゃけん。じゃなくて本当に対になるぐらい、いやマジどっちでもいいよっていうのがおるんやったらねえ納得できるけど、由伸と中村のりの代わりは代わりというかあの二人は必須。でも中村のりと肩並べとったカズママジすごかったね正直。でもやっぱそのミートの数値とか見る感じはやっぱ中村のりの方がねいいけど。